こんにちは、みじゅです。今回は私のチャンネルでは初めての船のね話題をお届けしたいと思います。今回訪れたのは日本最大級のマリンイベント、ジャパンインターナショナルボートショー2024です。今回なぜこの船のイベントに私が訪れたかと言いますと、実はね、私船、飛行機、バイク、車、これらの免許を取りたくてですね、大学時代から憧れてたんですね。で、すでにバイクと車は持ってるんですけど、船はまだ持っていなかったので、今回ね、思い切って3月からスクールに通っていました。なので今はね、まだ免許取っていないんですけど、いきなり初めての免許にもかかわらず、今回船舶免許1級をね取得するべく今は勉強中です。で、そのモチベーション上げのためにも、そして今後ね、船をまたコンテンツとして取り上げていきたいなと思ったので、やっぱり一番ね、船のメーカーさんもそうですし、アフターメーカー、そして船自体もね、直に見ることができるこのイベントに参加するべく、今回はね、見学という形で取材に行ってきました。なのでまだね、船の詳しい話というのはあまり理解がねできていないので、これからいろいろと勉強しつつ、いろいろと情報発信できるようになっていけたらなと思います。で、皆さんね、船をこんな感じで近くで見たことありますかね。私はね、その教習用の船しかまだ乗っていなくて、あとは大型船のフェリーとかをお客さんとして乗ったことはありますね。ただこういう豪華絢爛なプレジャーボートっていうのは直でね見ることは初めてだったので、すごく感動しました。船でもこれだけ快適性があって、そしてなんだろう、日常生活とはかけ離れたような、そんな豪華絢爛なね内装がすごく素敵だなと思いました。そして今回取得している船舶免許1級なんですけれども、その場合こういったジェットスキーのようなねボートも乗れるようになります。なのでいろんな種類の船をね乗りつつ、いろいろとこの YouTube チャンネルも船のコンテンツ増やしていけたらなと思います。いや、間近で見たけどとってもかっこいいですよね。やっぱりなんかバイクの良さもありつつね、筆らしいところもあったり、外板とかは車のような流麗なラインが出ていたりとか、なんかね、車好きとしてもちょっと共感する部分があるし、バイク好きな方もねちょっと似たようなところとか興奮するところあるんじゃないかなと思いました。で、このねイベントなんですけれども、各メーカーさん大きなブースを設けていて、なんだろう、車のイベントで言うとジャパンモビリティショーみたいな、そんな感じの、ブースごとの展示が行われているような形になっていました。で、船の種類も先ほどはかなり豪華絢爛なプレジャーボートだったと思うんですけど、こんな感じで釣りを楽しむような船だったり、あとはちょっとした簡易的なボートだったり、空気で膨らますタイプの船だったり、いろいろとね種類がたくさん置いてありました。今回の初めての取材でね、分かったことがありまして、例えばこの船のメーカーさんって結構車メーカーと互換性があったり、むしろ車メーカーが船もやってるっていう場合が結構あるんですね。このブースはトヨタさんになるんですけど、トヨタも車ありますよね。そしてレクサスさんも船を出しているんですけれども、そちらもやっぱり車もあるし、でホンダだったりスズキで、ヤマハさんだったらバイクも出していますし、やっぱりこういう乗り物っていう枠であれば結構通ずるものがあるし、乗り物全般好きということであれば船も新たな魅力をね開拓できる一つの乗り物じゃないかなと私は感じました。やっぱり、車でも行動範囲っていうのはとても広がるけど、やっぱり船になるともっとね違う意味での広い移動が可能になると思うので、そこもまたロマンが詰まった乗り物だなと思いました。そしてこちらはレクサスの LM500H です。私実物をね初めて見ました。なんかアルファードとかそういったところもかなり高級感があって、エグゼクティブラウンジとか初めて見た時にすごく驚いたのを覚えてるんですけど、こちらもね桁違いに豪華で、しかもこの大きさで4人乗りなんですよ。本当に驚いちゃいました。やっぱり一人一人の乗客が満足度も高いだろうし、普通の移動とは違うラグジュアリーな空間を提供してくれる車だなというのを感じました。そして船着き場であるマリーナに移動するにもやっぱり車が必要ですよね。なのでやっぱり船って言っても
車もね、やっぱりそこに通ずるものがあるなと。やっぱり車を乗ってマリーナに行って、そこから船に乗るというね、そういった流れがやっぱり無難というか、まあそういう流れができてるんだなというのがね分かりました。なので船を作ってなくても車メーカーさんがこのイベントに出展しているっていう場合もありました。今回のボートショーでの目玉、レクサスからラグジュアリーヨット LY650 を一部改良して新型の LY680 として新たに発売されることが決定しました。こちらは模型なんですけれども、とってもラグジュアリーでフラッグシップモデルとしてね、もう様々な点を徹底的にこだわり抜いた外観、そして作りが魅力のボートになります。こちらのコンセプトは、海の真ん中で本物を知る人が素の自分に戻れる隠れ家のような空間、これをコンセプトにしているそうです。レクサスならではのね、表現できるすごくラグジュアリーな空間だと思います。続いて立ち寄ったのはホンダさんのブースになります。ホンダさんは今のところ船底自体は作っていなくて、船外機と呼ばれるエンジンの部分をメインに作っています。今後も船底自体も作る予定はどうやらあるみたいなんですけれども、今回の展示はいろいろと船底を作っている造船所から船のね外観をいただいて、でそこにホンダの船外機を取り付けてっていう形をね行っているそうです。やっぱりホンダのエンジンに対する信頼度っていうのはとっても高くて、海外でも人気ですし、例えば、まあ、船自体は大丈夫なんだけどエンジンがもう経年で壊れてしまったとか、そういった時に船外機だけ買い替えるっていうパターンもね結構多いみたいです。ホンダのエンジンは軽量コンパクトながらハイパワーで低燃費、それが魅力だそうです。やっぱり船ってね予想以上にガソリンをね消費するんですよね。私も今回船舶免許を取るにあたって勉強してみて本当に驚いたんですけど、ガソリンの消費量が車と桁違いなんですよね。なのでやっぱり燃費がいいっていうことは本当にね船を乗る上で重要なポイントだなと思いました。そして船って結構ね中身便利に作られてるんですよね。このように電気をね充電したりとか、あと水道、まあ水をね供給して船の中でも水電気を使用できるようにしたりとか、結構ね不便なく過ごせるような装備が備わってるんですよね。そこがねとても便利だなと思いました。今回の展示で面白いなと思ったのが、水上カーボンニュートラルを実現すべく、こちら電気で動く船外機になります。こういった取り組みもされてるというところが素晴らしいなと思いました。ぜひね今後の動きも注目して見ていきたいなと思います。続いては鈴木さんのブースにやってきました。実はね私バイクと車を取り扱われてるのは知ってたんですけど、船外機もね取り扱ってるのはね実は知らなかったんです。今回イベント行ってみて初めて知りました。で見た目がね結構シックで高級感があるエンジンなんですよ。なので、まあ、見た目からしてちょっと意外性を感じて私はとても惹かれてしまいました。こちらの船本体自体は違うメーカーさんのものなんですけれども、後方についているエンジンの部分が鈴木さんのものになります。ということで今回はジャパンインターナショナルボートショー2024をね見学取材してきたので、そちらを動画でお届けしました。これから私の動画では船のコンテンツも増やしていきたいと思います。ぜひ私もねまだ初心者レベルなので、これから皆さんと一緒に船の魅力を見つけていけたらいいなと思っています。今回もご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。